部のブレイン CT を撮影しました。カラーイメージのボリュームレンダリングから 3DCT を作っております。ご覧になっていただいている画像は腹部を正面から見た画像です。これが門脈ですね。これが大動脈、腹部大動脈ですね。これが腸間膜動脈です。さらに入ってまいりますと腎臓が見えてまいりました。その上のこちらに見えてきたのが脾臓ですね。で、肥門部を見てみましょうか。肥門部はこのような血管構造になっております。ずっと入ってまいりますとこういう構造ですね。はい、その下に見えておりますのが腎臓ですね。これが左の腎臓なんですが、腎動脈にはアテロームが見られております。さらに下の方を見てみますと、これが腎盂から流れてきた尿管ですね。副尿管がこのように蛇行しておりて、ここで合流しておるというのがこの方の場合は見られますね。以上です。ありがとうございました。